コロナなのに帰れる家がない。家を断捨離してキャンピングカーで日本一周しているガタガタ高校のガッちゃんとむっちゃんです。現在コロナの影響で日本一周を休止中です。この動画では旅が休止して停泊する前に準備したこと、そして実際の休止中の生活の様子、キャンピングライフの様子を紹介していきます。さあどうしようかね。やばいね。ちょっと実家には戻りなさそうだし。そう、今ちょっとね、TBS、まあ、最悪ちょっと頼んで RV パークに停泊、カーステーションでバンライフ1ヶ月家賃払って受け入れてくれるのがあるから、その制度でカーステー。でもそうすると、今あるのが石川になっちゃうから。あー、結構距離走るな。さあこの後動画どうしようか。とりあえず事前にリアルタイムな旅の動画を出さないよってお知らせを出した方がいいよね。ああそうだね、ちょっとその動画作ろうかね。そうやね、とりあえずそこからだね。むっちゃんライターの仕事どうする？ちょっとね、担当者の方からスポット記事はやめてくれって言われてるから。やっぱちょっと伏せながらだから書ける内容も制限されちゃうよね。そうだね、ネタもちょっと少なくなっちゃうね。ただその代わりにちょっと今こんな時だから、ブログの方をメディア化して、なんだろう、ちょっとかっこいい感じでやり直そうかなと思って。はい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 、基盤を作って。そっか、ちょうどそのタイミングなのかもしれないね。あとうち気になってるのが、買い物。ああ買い物か。あんまり買い物も出たくないからさ、ちょっと前もって多めに、たださ冷蔵庫も限られちゃってるから、保存できる、常温で保管できるようなものをちょっとだけ買いたいそうかな。今ほらもうすでにあるやつもあるから、それちょっとローリングストックプラスアルファ分ぐらいで。そうだね、缶詰とかね、少し。そうそう。朝起きてグタグタして仕事して朝ごはん、仕事してお昼ごはん食べて仕事して掃除して撮影して夕飯作って食べてドラマ見てシャワー浴びて寝る前に明日の準備、寝る。はい、という感じで、まあ、旅がね日常の中にないだけで、その他のキャンライフ的には割と日常通りかなっていう感じです。僕たちの旅はまだ再開してませんけども、まあ、今のところ元気でいますよ。はい、皆さんも無茶せず無理されませんように。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたの動画でお会いしましょう。さようなら。